縦品山々とは、周囲よりも高く盛り上がった地形や場所のことを言う。地形学では、丘陵や大地よりも、周囲との相対的高度差や起伏が大きいものを指す。平地と比べ、傾斜した地形からなる。周囲と、どの程度の高度差があれば、山と呼ぶかについては、国や地域ごとの習慣、領域や研究者ごとに差異があり、一概に決まっているわけではない。 例えば日常生活で人々はある盛り上がった地形を指して同じ人々がある時は山と呼んでみたりまたある時は丘陵、丘、丘などと呼んだりすることがあり区別は必ずしも明確でないブリタニカ百科事典では相対的に2000フィートの高さを持つものを山としている国際連合環境計画において定義された山岳環境は 以下のいずれかの条件を満たす地点を山岳と定義している。この定義を使用した場合、山岳地帯はユーラシアの33%、北アメリカの24%、南アメリカの19%、そしてアフリカの14%を占めている。また、地上の全陸地面積のおよそ24%が山岳地帯と定義されることになる。日本では国土地理院が 地図に示す名称に山を付ける場合、地方自治体の申請をもって表示するとしている。山の複合的なものを山岳と呼ぶ。通常、陸上のものは単に山といい、海中の山は三山という。起伏の程度によって分類する方法もあり、低山性山地、中山性山地、高山性山地に分類される。山地を形成した栄力によって分類する方法もあり。 火山作用で形成された、山地侵食作用で形成された、山地地殻運動によって形成された山地などに大きく分類される。そしてそれらがまた様々な観点から分類されている。の火山性山地は、形態や構造によって、単式火山と複式火山に分類される。短式火山には、清掃火山、縦状火山等々等々が含まれ、複式火山には、カルデラや、 複数の単式火山の複合などが含まれる。そして、カルデラ火山はさらに二重式火山や三重式火山に分類される。また火山生産地は、その噴出場所によって、陸上火山、海底火山、氷底火山に分類される。の侵食産地の分類としては、出順地域で生じる、残球、乾燥地域で生じるインゼルベルクやボルンハルトがある。のタイプの産地はさらに、 終極山地、極流山地、ドーム状山地、断層山地、経道山地などに分類できる。なお人工的に作った山は、月山という。ヒマラヤ山脈山の高さは、海面の延長であるジオイドからの距離とすることが一般的であり、これを海抜という。地球上の最高峰は、ヒマラヤ山脈のエベレストとされているが、海抜以外の指標により最高峰を選ぶことも、 可能である。例えば、地球中心から見た最高峰は南米アンデス山脈のチンボラソ3である。地球は時点の遠心力により回転楕円体となっていて赤道付近が膨らんでいる。そのため、赤道からわずか1 5 0トルにあるチンボラソ3はエベレストより2 1 5 0ルも地球中心から見て高くなっている。 ハワイのマウナケア山も海抜では4205メートルだが太平洋底から一気に1203メートルもせり上がっており基盤部分からの標高では世界最高峰となっている七大陸最高峰も参照日本国内では最高峰は富士山である対して最も低い山は仙台市の日和山であるが山の定義や地形学的分類あるいは地図作成測量により 捉え方は様々であり、最も低い山の決定が難しい。地球以外の天体では、ジオイドに相当する面からの距離を標高とする。ただし、地球以外の天体には、海面がないので、天体ごとに、恣意的に定義する。例えば、火星で、ジオイドに相当する、アレードは、温度摂取0.01度で、気圧610.5パスカルとなる面である。日本語では、地球上。 地球外ともに山であるが、英語ではマンズといい地球の山と区別される。なお、太陽系で知られている最高峰は火星のオリンポス山であり、標高は約2万7000メートルに達する。火星にはこの他にもアルシア山やアスクレウス山、バボニス山といった地球よりもはるかに高い火山が存在するが、これは火星にプレートテクトニクスが存在せず、 マグマの吹き出すホットスポットが移動しないため溶岩が同じ場所に堆積し続けたためと考えられている。北、太平洋海底の地形図。画像右下のハワイ諸島から西に向けて、北西ハワイ諸島、さらに北に向きを変えて、天皇三山群と呼ばれる島及び三山の列が確認できる。山は大陸移動に伴う終局や断層運動、流気、 火山活動などの地理的要因により形成される。このうち最も大規模な山岳形成は、プレート移動によってなされ、世界の二大作り山体であるアルプスヒマラヤ、作り山体と環太平洋作り山体はいずれも、プレート移動により形成されたものである。アルプスヒマラヤ作り山体に属するヒマラヤ山脈や、アルプス山脈は、かつて二つの大陸プレートに挟まれた、浅い海だったが、 大陸プレート同士の衝突により地面が押し上げられて成立した。このような山の成立過程を作り山運動という。ロシアのウラル山脈や北米東岸のアパラチア山脈はずっと以前の作り山運動の痕跡である。環太平洋作り山体は太平洋プレートが各大陸プレートに沈み込みを起こして形成されるものであり、その名の通り、 アンデス山脈やロッキー山脈、日本列島など太平洋を取り囲むようにして大山脈が連続する形になっている。この二つの作り山体はいずれもプレート同士の衝突によって形成されるものだが、その他にプレートが生み出され広がり続ける発散型境界においても山脈が形成される。この発散型境界の多くは海底に存在し海嶺と呼ばれることが多い。 大西洋を南北に貫く大西洋、中央海流などが代表例である。火山の多くはプレートの拡大もしくは収縮地点の側に存在し、そのため蒸気作り山体の付近にほとんどの火山が存在するものの、稀にプレート境界とは全く関係ない場所においてマグマが継続的に供給され火山が成立する場合がある。これはホットスポットと呼ばれ、 ハワイ島のマウナケア山などが代表例である。このホットスポットは、プレートの動きとは無関係であるため、プレートが移動してもその地点に山岳を形成し続ける。古い火山島は、ホットスポットから離れるに従って、波や風、雨などによって侵食されていき、やがて海面下に没して、ヤ山となる。断層運動により断層面から見た一方が上昇。 または加工することにより山が形成されることもあり、例としては、日本の六甲山地や養老山地などがある。地殻変動に伴って地面が上昇する、流起により山が形成された例には、日本の北上山地、阿武熊高地などがある。火山活動を生因とする山は、富士山や阿蘇山のような活火山のほか、荒島岳のようにかつての火山が侵食されてできたものもある。 蒸気のようにして形成された山は、また様々な理由によって、次第に低くなっていく。山を形成している岩石は、山の厳しい気候や、長い年月などによって風化していき、その積み重ねによって、山は低くなっていく。また、浸食も山を低くしていく、大きな要因の一つである。寒冷地や鉱山において形成される氷河は、山を浸食する、大きな原因の一つである。 より温暖な地方においては、河川が主な山体侵食の原因となる。この他、風による風食も侵食の要因となるが、氷河や河川に比べればその役割は小さなものである。また、地滑りや崖崩れなどによって、より急激に山体が変化することもある。山はそれぞれ特徴のある形状であり、それにちなんだ山名のものもある。 深田久屋は日本百名山の著書などで、それぞれの山の産業の特徴について詳しく記載している。山の形状の例は以下となる。タトラ山脈、ザコパネ、ポーランド山の気候は平地と大きく異なる。山では気象が変化しやすく、風も強く、降水量も多い。山は起伏が激しいため地上付近の暖かい空気と高所の寒い空気が混じり合い。 雲が発生しやすいためである。また、標高が100メートル上昇することに、気温は0.6度低くなるとされており、そのため、標高が高くなれば、植生や生態系も異なってくる。標高が上がるにつれて植生はより寒冷に適応したものとなっていくため、山麓の低地が熱帯であるのに、山頂の植生が温帯性や冷帯性を示したり、さらには、 森林の生育できる温度を下回ってしまいツンドラや氷河が広がっているということもあり得る。例として、ほぼ赤道直下にあるキリマンジャロー山においては、山徳の標高1900メートルくらいまではサバンナが広がっているのに対し、標高2500メートル程度までは熱帯雨林3000メートル付近までは雲切ぎり林となり、 それより上になると森林限界を迎えてしまうため樹木が生育できずまばらな低木や草原が広がるようになる。4400メートル以上では植物の生育が不可能になり5500メートル以上では赤道直下にもかかわらず氷河が存在する。特に海抜数千メートルの高山では気象環境は過酷でありある程度の標高以上では気温が低すぎて もはや樹木が生育できず、そのような環境に適応した特殊な植物、動物が生息している。これを高山植物、高山動物という。この樹木が生育できなくなる地点のことを森林限界というが、これは基本的には標高によって決定されるものの、その地表の諸条件に大きく左右されるために、必ずしも直線的に限界線が続いているわけではない。また、 森林限界は気温によって左右されるため、場所によってその高度は大きく異なり、基本的には、緯度が低いほど森林限界の高度は高く、緯度が高いほどその高度は低くなる。艦隊にある山岳の場合、麓から山頂まで、ツンドラや氷雪に覆われていることは、珍しくない。また、標高の高い山岳においては斜面に雨雲がぶつかるため、山麓に降雨をもたらすことが多い。 この場合、山脈を越えた空気は乾燥することとなり、山の反対側にフェーン現象をもたらすことがある。また、海岸から高い山脈に遮られた反対側では、山脈の型から吹き込む卓越風の風下となり、すでに水分のほとんどを雨として落としてしまっているため、極度に乾燥した気候となることがある。これを雨影効果と呼び、タクラマカン砂漠や、 クレートベースンなどがこの要因によって砂漠となっている。逆に山岳の風上側においては乾燥地においても降雨をもたらすことはよくある。山の神古代史において山は隔て、海は結ぶという言葉があるように、海は交通路として遠隔地を結びつける役割を果たす一方、山は逆に交通の障害として隣接する地域同士を隔てる役割を持った。 近代に入り交通網が整備されるようになるまで山、特に山脈は人々の交流を妨げることが多く、山脈を一つ隔てた両側で文化、さらには言語や民族に至るまで異なっていることは珍しいことではなかった。こうしたことから自治体や国家の境界線は山の尾根の線に置かれることが多くなっており、地政学においても山岳はしばしば望ましい。 自然国境であるとみなされている。国際連合環境計画が定義した山岳の条件下では、世界陸地面積の24%が山岳となっており、世界人口の12%がその地帯に居住している。地球上の陸地面積の7%が標高2500メートル以上の高度に属し、およそ1億4000万人がその高度帯に居住している。 標高3000メートル以上の土地にはおよそ200万から300万人が居住している。こうした山岳居住人口のおよそ半分はアンデス、中央、アジア、およびアフリカに居住している。インフラへのアクセスが限られるために高度4000メートル以上の地帯には少数の居住者しか存在しないが、4150メートルの地点にあるボリビアのエルアル都市は例外であり、 盛んな商業と多様な工業、そしてほぼ100万人の人口を有する。世界で最も高い地点に存在する都市は、ペルーのラリンコなどであり、標高5100メートルの地点に位置する、近郊山の都市である。人の定住が可能である高度は、約5950メートルが限度とされている。標高の非常に高い場所では、呼吸のために必要な酸素が非常に少なく、 また日光に含まれる紫外線からもあまり保護されない。特に標高8000メートル以上の地点では人類の生息に必要なだけの酸素が存在しない。この高度の地帯はデスゾーンと呼ばれ、エベレストや K2 の山頂がこれに含まれる。人にとって山は必ずしも生活しやすい場所ではない。気象変動は激しく、さらに標高が高くなると空気が薄くなり、 酸素が不足するため、約2500メートル付近からは、高山病にかかるものも現れ始める。山岳の大部分は地面が傾斜しているため、居住にはあまり適さず、また広い平地を確保できないために大規模な農地を設けることが難しく、食料生産効率も低地に比べ一般に劣る。一方で、山岳は、決して不毛の地ではなく、 豊かな植生に恵まれ動物や植物が豊富なところも多いことから山岳地帯に居住する人々もかなりの数に上る。加工地に乏しい日本の山村において山は材木や燃料などの林産物を産出し、狩猟や交易、鉱山の経営など山稼ぎは山村の制御における重要な要素であった。また、傾斜の緩やかな地点を切り開いて、 焼き畑を行ったり、段々畑、棚田を建設して、農耕を行うことも、世界中に広く見られる。また、特に低緯度地帯においては、標高の高い山岳地帯は、気温の高い低地に比べ温和な気候となるため、標高による空気の薄さを考慮しても、必ずしも暮らしにくい地域ではない。このため、アンデス山脈やメキシコ高原、エチオピア高原といった地域は、古くから栄え、 独自の文明を築いてきた。現代においてもこれら地域は大きな人口を抱え、メキシコシティやボリビアのラッパス、エチオピアのアジスアベバなどの大都市も存在している。また、ユーラシア大陸中央部のチベット高原は標高が高く寒冷な地域であるが、牧畜を中心に古くから人類が居住し、一つの文化圏を形成してきた。こうした、 山岳地においては標高によって気温が変わるため土地利用が異なっており特にアンデス山脈においてはやや標高の低く温暖な地域ではトウモロコシやや標高の高い地域ではジャガイモそれより標高の高い地域では放牧を行うなど高度によって明確に異なった土地利用を行っているこのほか人々が 山岳地帯に居住する理由としては、鉱物資源の存在がある。濃厚に不適で、本来人間が居住できない地点においても、高価な鉱物資源の存在によって鉱山が開かれ、多くの人々が生活していることは珍しくない。世界の河川の多くは、山岳地帯を源流としており、山岳に降り積もった雪は、下流の住民のために水を貯蔵する機能を果たしている。 人類の半数以上は山からの水に依存して生活している。山岳は蒸気のように高雨を多くもたらすため多くの国々で山岳地帯にダムを設け水資源確保や発電を行っている。こうした山岳流水のエネルギーは古くから水車などで利用されており20世紀後半以降は小規模水力発電が各所に設けられるようになった。世界の多くの地域では 神聖な山として山に対する信仰が生まれている。日本では富士山をはじめ主要な山々で山岳信仰が存在し、山岳信仰は特に主言道と結びつき、信仰の交流に伴い登山者に宿所などを提供する腰が成立した。また民間信仰においても山はいかへ通じる恐れの対象であると同時に、天候や制御に関わる神聖な世界としても、 認識され、山の神や雨乞いなどに山に関する民族が存在している。山岳信仰には山へ登るという形態もあれば、山を敬遠して眺めるだけという形態もあった。このうち前者が近代に入って信仰色が気迫化、消滅し、余暇としての登山へと変わり、山は余暇娯楽の場として捉えられるようになっていった。現代では登山のみならず、スキー、 キャンプなど多様な余暇活動が行われている。また、山を眺めることについても、新工色が薄まっていき、現代では、山岳展望という、新たな余暇活動として楽しむ人が増えている。最近では、パワースポットの一つとして、富士山などの山がその対象の一つとなっている。また、超短波以上の周波数で発射する送信書の多くは山に設置されている。 7大陸最高墳、セブン・セカンド・サミット、及びセブン・サード・サミットも参照拡大中における5大広報は以下のようになっている。その他の有名な山は山の一覧を参照。富士山書籍雑誌地図そのたち計算の一覧振興祭し登山か登山。ありがとうございます。